今あの渋谷にいるネズミを撮ろうとしてるんですけど、あのコロナ禍の2年間ずっと渋谷で撮影してて、まあ、ネズミをちょっと軸に渋谷の変化っていうか東京の街を撮っていこうかなと思って、でやっぱり暗くてすばしっこいんでフォーカスを合わせてられないんですよ。だから映るんですの方が一番いいんですよね。ストロボも早いし。あ、失敗した。やばい、今リアルゴールドを飲むネズミを取れそうだったのに。ネズミあれ飲むっすよ、あのストロングゼロとかあとタピオカとか